こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。今回は、翻訳小説のね、一部を引用しながら、ちょっとその部分だけ少しだけ読んで、どんな印象があるか、引用しながら印象を確かめてみるというね、そんな企画をやってみたいと思います。トルストイの戦争と平和、アンドレジットの地の過程、チャールズ・ディッケンズのデビッド・コッパーフィールド、そしてヘミングウェイの海流の中の島々、この4つの小説の、部分をちょっと読んでみてね、翻訳というのは、例えば三島や志賀直哉とかを読むのに比べてどうなのかということですね。確かにね、母国語の文章を味わうのとね、翻訳を味わうのは違うんだけれども、翻訳された文章が醸し出す、もともとその作家が書いた意味とかね、そういうもの、それに僕らが翻訳を読むときに忘れがちなことが一つあるんですけど、日本語というのはとても高度な優れた言語なんですね。で、言語が優れているっていうのはどういうことかっていうと、どんな感情も表現できる言語だということです。平安時代、もっと言えば、もっと前からあるでしょうけど、和歌とかね、あるいは漢詩もたくさん書いてきたし、俳句もあるし、散文も膨大にあります。こんな文学大国はね、そうそうありません。で、これほど洗練されて物事を、人の、人間のことを表現してきた日本語という言語はですね、例えばヨーロッパの人たちの感情とかですね、そういったものを十分に、映し変えることのできる言語だっていうことですね。だから日本語に移した時に、そのね、ヨーロッパだとギリシャ、ローマ、ギリシャ、ラテンの精神であったり、キリスト教の影響であったり、ユダヤ教の影響であったり、もろもろのね、文化的相違はあるんだけれども、人間が本質的に持つ感情、思考を、このユング心理学で言えばね、無意識層に存在する集合的無意識みたいなものは言語を超えて一緒なので、そういったものをね、そういうことで、そのいろんな言語があって、日本語は中でも優れているんじゃないかなっていうのは、僕の独断と偏見で、思っているわけですけども、それではね、早速そういう我々の母国を日本語に移された、ロシアとアメリカとフランスとイギリスの三文作品を味わうとどうなるのか、やってみたいと思います。では始まります。それでは最初にトルストイの戦争と平和から一部引用して読んでみたいと思います。これは、だいたい真ん中辺のシーンなんですけど、アナトーリという男に騙されてアンドレイとの婚約を解消してしまうナターシャのですね、悔恨に満ちた絶望の状態に対して、主人公の一人ピエール・ベズーフォフが、慰めて、そして自分の家に夜のモスクワ、極寒の夜のモスクワ、馬車で帰るという、そういうシーンです。まだ何か彼女に言わねばならぬことがあるのは分かっていたが、それを口にすると同時に、彼は自分で自分のその一言にびっくりした。およしなさい、およしなさい、あなたの生涯はすべてこれからです。彼はこう言ったのである。私の生涯でございますか？いいえ、私の生涯はもう完全に終わっても同様でございます。羞恥とあざけりの色を見せて彼女は答えた。終わったも同様だとおっしゃるんですか？オウム返しにピエールは尋ねた。もしこの僕が現在のような僕でなく、世界で一番美しい、一番聡明な、一番優れた人間で、同時に独身の身でしたら、僕は今すぐここにひざまずいて、あなたのお手と愛を求めたでしょう。ナターシャはこの幾日かを過ごした後で、初めて感謝と喜悦の涙にむせんだ。彼女はじっとピエールの顔を見つめて部屋を出た。ピエールも彼女の後について、ほとんど走るようにして控え室へ出た。そして彼は喉をぐいぐい締め付けるような感動と幸福の涙を抑えて、幾度も袖へ手を通し損ないながら、毛皮の外套を着てそれに乗った。今度はどこへいらっしゃいます？と御者は尋ねた。
どこへ行こう？とピエールは自問した。今の僕にどこへ行くところがある？まさかクラブへ乗り込んだり、他の家を訪問したりはできないだろう。彼の今味わいつつある愛と感謝の女王に比べると、また最後にナターシャが涙の奥から自分を眺めたあの感謝に満ちた和み和らいだ眼差しに比べると、すべての人間がたまらなく哀れに恐ろしく貧弱に思われた。家へやれ。氷点下10度の玄関にもかかわらず、熊の毛皮の街灯の前ボタンを外して喜ばしげに息づく広い胸部をはだけながら、ピエールはこう言った。寒気の厳しい寮屋であった。汚く薄暗い往来や黒々とした屋根の上に暗い星空がかかっていた。ピエールは空ばかり仰ぎ見ていたので、今の自分の心を占めている公園で崇高な境地に比べて腹の立つほど低劣な地上の一切を感じなかった。アルバート広場へ差し掛かると同時に、暗い星空の広大な空間が眼前にさっと開けた。この空のほとんど真ん中、プレチステンスキー並木道の方に砂金を撒いたようなおびただしい星に四方から取り巻かれながら、地球に近いその位置と放射する発光と上の方へピンと跳ね上げた長い音で、どの星よりもひときわ目立つ1812年の巨大な明るい彗星がかかっていた。あらゆる恐怖とその終わりとを予言すると言われたあの彗星が、けれどもこの長い光の尾を引いた明るい星もピエールの内部に少しも恐ろしい感情を呼び覚まさなかった。いや、それどころかピエールは涙に濡れた目で喜ばしげにこの明るい星を眺め続けた。言葉で形容することのできない速力で放物線上をたどりつつ、無限の空間を飛翔した後で、突然大地へ突っ立った矢のように、自分の選択した黒い空のこの一点へぐさりとはまり込んで、ピンと威勢よく尾を跳ね上げ、夜空に瞬く数限りない他の星の間で白い光を放射しているこの星を赤ず眺めた。とピエールにはこの星が自分自身の新生活に向かって花を開き、感激に和らぎ、奮い立つ心の内に育まれていたものと完全に相呼応するように思われた。はい、この本のね、どうですかね、今読んだのはこの本のちょうど1ページ分ぐらいの分量ですけどね、いかがだったでしょうか。トルストイはこのように緻密に、風景描写を書いて、こう風景描写で、人の内面を示すというね、トルストイのこう、名人芸というか神業のような書き方をします。とても素晴らしいね、描写の。戦争と平和はこういう感じの場面が随所にあって、上巻でね、僕がこの、ポストイットを貼ってるところっていうのは、全部今のレベルのような風景描写があるところですね。満載だということでね、これ一冊あればもう一生楽しいぐらいの、質量があると思います。はい、ということで、戦争と平和を聞いていただきました。はい、戦争と平和に続いて、今はね、零下10度のモスクワのシーン、モスクワの真夜中のシーンをね、見てもらいましたけど、今度はですね、キューバですね、ですから今度はとても暖かいところに来ます。ヘミングウェイの海流の中の島々、これが最後の作品でね、途中で終わってしまったんで、断筆って言わないですね、途中で終わってる最後の作品です。この出だしのあたりがね、僕はとても好きなので、ここをちょっとね、読んでみたいと思います。ちょっと長いんでね、途中ちょっと飛ばしながら出だしのシーンをご紹介していきます。家は港と外海の境目、細長く突き出した岬の一番高いところにあった。3度のハリケーンに耐え、船のように堅牢な家だった。貿易風にたわんだココヤシの木々が
影を投げかけ、海側から外に出ると急な崖を降り、白砂を突っ切ってそのままメキシコ湾流の水に入る。湾流の水は風のない日に浜から見れば普通は紺色が、歩いて入ってみると真っ白な粉を思わせる白砂の上に緑の光が映るだけで、大きな魚は浜によるずっと前から影となって見えてくるのだ。トマス・ハドソンという男がその家に住み、その家で仕事をしていた。ハドソンは優れた画家であり、年の大半をこの島で過ごす。この井戸で長く過ごせば、四季の変化はやはりよそ並みに大事な出来事となり、島を愛するハドソンは春夏秋冬を一切逃したくなかった。暑すぎる夏もある。8月に泣いたり、6、7月に貿易風が止んでしまう時だ。ハリケーンもまた季節外れの9月や10月、時には11月初旬にやってくることがあり、6月以降はずっと気まぐれ暴風の来る可能性が絶えない。しかし真のハリケーンシーズンは嵐さえなければ好天が続くものだった。家は家であるとともに船のようにも思えた。嵐を乗り切るためそこに建てられた家は島の一部分を思わせるようにこの島に組み込まれている。とはいうものの全部の窓から海が見え、縦横に風が吹き抜けるのでどんなに暑い夜でも涼しく眠れた。夏涼しいように家は白く塗られ、湾流の沖遠くから望むことができる。冬になりメキシコ湾独特の冷たい北風が吹き、本当に寒くなってもこの家は暖かく快適である。島唯一の暖炉があるからだ。大きな開け放しの暖炉でハドソンは流木を薪にして燃やす。家の南側の壁に寄せて流木を山のように積んでおいた。日にさらされて白くなり、風の吹きつける砂に磨かれた流木の中にはあれこれとハドソンの気に入るものが出てきて、燃やすに忍びないこともある。しかし大きな嵐が吹けば浜には後から後からと流木が流れ着くので、たとえ気に入った木でも燃やすのは楽しかった。海がもっと木を掘ってくれる。だからハドソンは寒い夜、火の前の大きな椅子に座り、どっしりとした板細工のテーブル上に置いたスタンドの明かりで本を読んだ。時々顔を上げては湖外に吹き募る北西風や砕ける波に耳を傾け、大きな白くさらされた流木が燃えるのを見守るのだった。スタンドを消し、床の絨毯に伏せって木に含まれる海の塩と砂が焼け、炎の緑を彩るのを見とれることもある。床に伏せれば目が燃える木と同じ高さに来るので、木から立ち上る炎の線が見える。これを見ていると悲しくもあり楽しくもあった。燃える木はすべてこんな気分をハドソンにもたらすが、燃える流木は形容できぬある作用を彼に及ぼすのだった。これほど気に入った木を燃やすのは良くないことかもしれぬ。とはいうものの、別に気が咎めるわけではない。はい、ということでね、海流の中の島々です。まあ、画家のトマス・ハドソンがね、このキューバやビミニで、暮らしているということでね。で、まあ、ちょっとね、これは話としては子供たちが事故などで死んでいってしまうんでね、とても悲しい話になっていくんですけども、なので、僕はね、この最初の出だしのシーンと途中まで、まあ、全部で確か3人の息子がいて、2番目と3番目の息子が夏休みか冬休みかでハドソンを訪れてくるところね、ここら辺のシーンがとても好きでね、今は亡き加藤和彦もね、この海流の中の島々の最初のシーンがとても好きだというふうにね言ってました。さあ、続いては、まあ、ロシアのトルストイ、アメリカのヘミングウェイと来てですね、イギリスのね、チャールズ・ディッケンズ、オリバー・ツイストとか、ニト物語、大いなる遺産、それから、まあ、この本はデビッド・コッパーフィールド、まあ、映画にもね、ほとんどの作品が映画になったというね、有名な作家、一番有名なのはクリスマス・キャロルですね。で、このデビッド・コッパーフィールドが、反自伝的な小説でね、
サマセット・モームが世界10大小説、まあ、20世紀、19世紀、20世紀の世界10大小説にね、挙げているというね、あれなんですけど、うん、確かフローベルかツルゲネフは、ディッケンズは、いい作家だけど、大衆小説家であるみたいなね、ことを言ってました。まあ、確かに、いわゆる大衆小説だけど、やっぱりね、これだけの出力のある方の、ある人のね、作品というのは、読んでてとても面白い。まあ、ただ、デビッド・コッパーフィールドとっても面白いけど、登場人物はね、辻邦夫が言ったように、あたかも人形劇であるかのように、まあ、人形劇のね、こういう立ち位置の人だったらこんな感じみたいな、もう、ある程度型が決まっているような感じではあるんですけど、まあ、この本で2冊分あるんで、全部読むとね、ああ、長く生きてきたな、みたいな感じがします。さあ、そして最後の最後にね、この本の2冊分の主人公デビッドが、まあ、生まれた時から始まるんですけど、この生まれた時からのデビッドが自分が出会った人たちをね、ずっとこう回想するページがね、1ページ、2ページ、3ページ、ここでね、こう最後の回想というのがありますね。この最後の回想の前まで本2冊分の物語があって、でこの最後の回想でね、飛ぶように過ぎていく群衆の中に一段と鮮やかに浮かぶ顔は一体誰なのだ。ああそうだ、これらの顔、私が自分の胸にこの質問を発するとみんな一斉に私の方を向く、ということでね、生涯に出会った人たちを思い出していくわけです。まずおばだということでね、お母さん、お父様亡くなっておばさんに育てられたんですね。そして、まあ、他にもね、いろんな人を名前を出しながらね、確かにジュリア・ミルズだとかね、いろいろ言っていきます。で、最後の最後にね、こんな風に言います。さて、私はまだまだ書きたいようなこともあるが、それは抑えて一応筆を置くことにする。懐かしい顔も消えていく。だが、ただ一つだけ、それらの上に、それらの奥に、まるで他のすべてを照らし出す天井の光のように輝きかける顔がある。そしてそれだけはいつまでも消えないのだ。私は顔を上げてみる。何とも言えぬ美しい静けさをたたえて、それはじっと私のそばにある。もうランプの火もだいぶ薄れた。今夜も遅くまで描き続けてきたが、この懐かしい顔、それなくしては、私など生きる甲斐もないその美しい顔が最後まで私と一緒に起きているのだ。ああ、アグニス。ああ、私の魂のアグニス。僕が一生のページを閉じる時にもこの通り、どうか僕のそばにいてもらいたい。僕が今別れようとしている数々の面影のように、この生の現実もまたすべて僕から薄れていく時にも、そうだ、君だけは変わらずそばにいてもらいたい。あの高く天を指してだ。いうことでフィンなんですね。でこの最後のね、あの高く天を指してだっていうのは、この本の途中でね、最初にドーラという奥さんと結婚して、まあ、若い二人はイチャイチャ楽しく暮らしてたんだけど、ドーラは病気になって死ぬんですね。でアグニスというのは幼なじみで、でそのドーラが亡くなるときに、もうドーラがね、もう本当にもうダメだ、もう死んでしまうって思った時に、アグニスを呼んでちょうだいってデビッドに言ってね、アグニスだけがドーラの病室にいる時間帯があるんですね。そして、まあ実はね、その時、ドーラは私が死んだらあなたがデビッドを見てやってお願いします。あなたたち二人が一緒になってっていうことをね、言うんですよ。で、言った後、アグニスは、言い終わったらドーラ、アグニスが分かったみたいなことを言ったら、ドーラは安心して死んじゃうんですね。デビッドがそこにいない間にね。で、アグニスはその約束をしたまま部屋を出て、階段の下に確かいたかな、デビッドに向かって、こう何も言わずに黙ってね、天を指すんです。ドーラは天に行ったと。ということでね、まあその後も紆余曲折があって、アグニスと一緒になるのは随分後になるんですけど、まあそういうこう大きな人生の思い出とともにね、あの高く、君だけは最後まで僕のそばにいてくれ、あの高く天を指してたって言ってね、終わるというね、この終わり方は僕はとっても好きでね、デビッド・コッパーフィールドは、今僕は最後に読んだわずか15行ぐらいのを味わうためにね、これ2冊読むみたいなね、そんな感じのような気がします。さあ、
次はですね、アンドレ・ジートの狭き門ではなくて地の糧です。この地の糧というのは、アフリカの旅行体験をもとに、こう、なんと言いますかね、三分子、もうちょっとね、ランボーもアフリカに行きましてね、最後ね、ランボーのような感じの文章というか表現なんですよ。日本語で読んでるだけですけどね。これは当時のマルタン・デュガールというね、地方家の人々を書いた大小説家がいましたけど、その地方家の人々の中で、ジャックという主人公がね、ジャックの友達か誰かのノートだったかな、ジャックそのものだったかな、忘れましたけど、この地の糧を読んですごく感動したと、これからフランスはこうでなくちゃいけないみたいなね、そんなメモがあったりもしました。じゃあこれをね、少し一部味わってみたいと思います。いくつかのところを少しね読んでみたいと思います。ナタナエルよ、私は君に期待について話をしよう。私は夏の間野原が待つのを見た。少しの雨を待つのを見た。道の埃はすっかり軽くなっていて、風が吹くたびに舞い上がっていた。そこにはもう欲望さえなかった。それは恐怖であった。地面は乾燥のためにひびが入って、もっと水を迎え入れようとしているようだった。荒野の花々の香りはほとんど耐え難いほどになっていた。太陽の下で全ては息が途絶えんばかりであった。我々は毎日昼過ぎになると太陽の異常な光を少し避けてテラスの下に休みに行った。その頃は花粉のいっぱいになった旧花の木々が遠くに繁殖を巻き広げようとして思いのままに枝を揺らしている時であった。空は嵐をはらみ、あらゆる自然は待っていた。その瞬間は誠に行き詰まるような厳粛さであった。というのはあらゆる鳥が泣き止んでいたからだった。すべてのものが気を失ったかと思われるほどの燃えるような一陣の風が地面から巻き起こった。花粉が金の煙のように枝から立ち上った。それから雨が降った。私は空が暁を待ちながら震えるのを見た。星が一つずつ色あせていった。牧場は梅雨に浸っていた。風は肌を刺すような冷たい息吹しか送ってこなかった。しばらくは朦朧とした生命の力が眠りを長引かせようとしているかのようだった。まだ疲れている私の頭はすっかり麻痺しきっていた。私は森のほとりまで行った。私は笑った。どの虫もやがて夜が明けるという確信を抱きながら、それぞれ働きと喜びを取り戻した。そして生命の神秘は葉の一つ一つの切れ込みを通して再び広がり始めた。それから夜が明けた。私はまた他の暁も見た。私は夜を待つ時を見た。とね、三分子にしか感じないと思うんですけど、全部こんな感じです。あるいはですね、すぐに愛情を傾けて触れる気にならないような優しく美しいものなどは私は全く見たことがない。惚れ惚れさせる大地の美しさよ、お前の地表に開く花々はなんと素晴らしいことか。おお、私の欲望が溺れた風景よ。私が探求しつつさまよい歩く広く開けた土地、水の上に閉じるパピルスの小道、川の上にたわむ足、森の空き地の入り口、枝枝の隙間から野原が現れる。限りなき望みが現れる。私は岩や草の廊下を散歩した。私は春が広がるのを見た。とかですね、あともう一つ、もう一箇所だけ、これはですね、第三の書っていうところ、第一の書、第二の書っていうふうに進んでいって、ナタナエルよっていう想像上の人物に向かって喋りかけるんですけど、この次はね、フエゾレの丘という小タイトルがついているところですけども、それの途中からそこだけちょっと読んでみます。美しきフェレンツェは深き学びと豪奢と花々との都、何よりもまず早朝な都、ミルトの若ざりとすらりとした月桂樹の冠、ビンチリアータの丘。ここで私は初めて雲が青空の中に溶けるのを見た。まさか雲がこういうふうに空の中に吸収されることがあるとは思っていなかったので、私は非常に驚いた。雲というものは雨になるまでは浮かび続け、
濃くなってゆくばかりのものだと思っていたからだ。ところがそうではない。私はすべての綿雲が一つ一つ消えてゆくのを観察していた。あとにはもう青空だけしか残っていなかった。それは見事な死であった。空の真っ只中の消失であった。ということでね、ジットの地の糧、文庫本にしたら150ページか200ページぐらいだったと思いますけどね、僕はまあこの全集の中のね一つとしてあるんですけど、これ全部地の糧というのは僕が今読んだような感じなんですよ、すべてが、なのでこう物語で続いていかないので、こうなかなか物語を読むような感じでは読めないんだけど、こう文章を味わうというかね、意味を味わうっていうことにかけては、三分詩ですね。アンドレ・ジット三分詩集、アフリカ三分詩集とね、タイトルをつければいいかもしれないですけど、まあしかし、地の糧というのはね、まあ見事なタイトルかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。トルストイ、ヘミングウェイ、アンドレ・ジット、そしてチャールズ・ディッケンズとね、部分部分ちょっと引用して読んでみて味わってみましたが、いかがだったでしょうか。基本的にね、味わえますよね、味わえます。ただやっぱりね、三島と堀田敦夫と志賀直哉と読み比べると、文体のリズム感が明らかに違うので、あ、違うってはっきりわかるんだけど、ジットとトルストイとヘミングウェイと文体はね、まあ翻訳者の文体っていうことになっていきますね。ただしトルストイの書き方、風景描写の仕方っていうのは翻訳でもやっぱりね、これはディッケンズとは違うなっていうのは、これは明確にわかるわけですね。翻訳はされたんだけど、トルストイ的なものとは何かみたいなのはちょっとね、こうやっぱり残っていくみたいなね。あるいはヘミングウェイの文章は平易な英語で書こうとヘミングウェイが努力した結果、とても簡単な英語で、それを日本語に翻訳すると日本語的にも簡単な日本語になるわけですね。なのでとても読みやすいんですけど、ヘミングウェイ的精神みたいなものをね、感じるしかないんですね、翻訳にされた時にはね。でこう何をどんな意味のことをどんな風に書いてるかっていう、そんな雰囲気のことは分かるのでね、それぞれ作家の違いが味わえるかなというふうに思いました。はい、ということで今回は以上です。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。